はい、皆さんこんばんは、1ヶ月ぶりでございます。今日はですね久しぶりに、ソロ配信ということでございまして、今日の今そこ放送局は私一人で、お送りさせていただきます。まあ、本当にねコロナ禍の間もずっと休みなく、やらせていただいておりましたけども、毎回まあそうですね、なかなか普段ではできないこう宴会みたいなことをしていたわけでございますけども今回も実はある企画をちょっと実は用意しておりましたが、ちょっとこれがですね頓挫しましてですね、頓挫したので、ということで今日私一人でという形でやらせていただくことになっております。で、今日何が頓挫したかと言いますとですね、いつもこの配信ではちょこちょこ顔を出していただいております、浜祐介さんなんですけども、明日が実はお誕生日なんですよ。浜さんのお誕生日で、じゃあ今日は本人を お招きしてお誕生日のお祝い配信をしようと思いましたら、今日は仕事で行かれないという、そういう大変に寂しい意見を頂戴しましてですね、じゃあ一人で祝ってあげようということで、今日はまず最初に浜さんのハッピーバースデーをここでお祝いして、それから配信の方に移らせていただきたいと思っております。まあ、今日もですねちょっと私の好きな氷結というやつを用意しまして、無糖の氷結でございますが、ちょっとこれでですね、じゃあ浜さんのお誕生日を、今年もう53かな、浜さんね、きっとね、確か、53か54だと思いますが、はい、そんなことで、じゃあ浜さんどうもお誕生日おめでとうございます。わーってことでございまして、はい、ありがとうございますまあこれだけです。もうこれじゃあ意外のお祝いはしませんけども、ちょっとじゃあいただきましょう。そうですね、でも、まあ、久々の一人配信でございまして、まあまあ楽しみにやらせていただきたいと思っております。そうなんですよ、大勢でいつもね飲んだり食べたりしながらやってると、あんなこと喋りたかったなとか、こんなこと喋りたかったななんてことが実は結構終わった後にね思ったりなんかすることがあるので、今日はまあそういう、悔いのない配信をできればなというふうに、思っておりまして、こんな感じで始めさせていただきましたそうですね、まあまあ、コロナの数もとりあえずまあ一定数減ってまいりまして、ちょっと今下げ止まりしてますけども、まあまあなんとなく時間かかるかもしれませんが、戻る方にやってるんだろうなという感じもしないでもないんでございますけどもね、まあ、今日はちょっといろんなことをあらかじめ喋ることというか用意してきましてですね、まあ、それが いくつも用意してきたので、一個一個が喋りすぎになっちゃうのもちょっとこれもどうかなと思いまして、まあ、ちょっと様子考えてるので、ちょっとタイマーでもかけながら時間が来たら次のネタに移るみたいな感じのあれもいいかななんていうことも思ったりなんかしているという感じでございますけども、まあさすがにこの中でやっぱり落語家っていう職業はですね、できないんですよ、人前で喋ることが。何しろ喋ることがつまりこう一番唾が飛ぶことなわけで、それ考えるとやっぱりちょっと考えできなくなっちゃう。でそれで大きい会場でやってるのはいいんですよね。例えば劇団四季なんかも大きな会場でコンサート普通にライブやってますけども、我々やるとき基本的に小さい会場が多いので、小さいイコール換気が難しい、そういうことになる、やりにくいという、でこっちも気がさすということでやらなくなっちゃうことが、まあどうしても多くなってきているというところで、いるわけでございますけども、まあそんなかこの間あ、こういう仕事もあるんだなと思った仕事をさせていただいたのがありましたので、まず最初にそんな話をしたいと思います。まあ、一応落語はやらないんですよ。落語はやらないんですけども、一応落語家のである私にという依頼で、つまりおしゃべりする仕事をさせていただいたんでございますが、世の中ってのはいろんな仕事があるもんだなと思うんですけども、まあ、これ私の、まあ、知り合いというか後輩から声をかけていただいた、後輩って話し家の後輩じゃなくてね、昔のキャリアの中の後輩ということでございますが、声をかけていただきまして、で落語の
体を取っていわゆるその講座を作って後ろ幕を張って名前を置いてというふうにはやるんですけども、何を喋るかというと一応まあ向こうの用意した原稿を私が喋るというそういう仕事だったんですが、大元の大元が何なのかというと、そのバッグについておりましたのがいわゆるパチンコパチスロ業界ってやつなんですよ。でパチンコパチスロ業界の業界内流通映像みたいなのあるんですね。業界内の人だけが見るというその配信なのかな、それはどうするんだろうわかんないけど、そういうやつの内容がその内容で落語家が喋ってそれを収録して寄席形式の形の中で見てもらうというそういう形なんですけども、私もいろいろ趣味というものを持っている中で私が一番やらない趣味というのがこれはギャンブルなんですね。これね、よくね飲む打つ買うとか言いますけども、その打つ方のギャンブルがやらないんです。やらないっていうかちょっと自分で言うのもなんです、究極の負けず嫌いでちょっとでも浮いたらもうそのやつギャンブルは二度とやらないんですよ。ギャンブルに絶えずマウントを取っていたいという気持ちがありまして、パチンコもそうです。パチンコも、昔フラッと入ったまだパチンコはですね、羽物といってなんかゼロ戦みたいなやつが真ん中にあってですね、こういうピコピコピコって羽がこう行ったりしたりなんかして、それでもう本当にアナログな頃ですね。100円玉入れながらできる頃のパチンコで、ふっと入ったところで1万円くらい買っちゃったんですよ。で1万円くらい買っちゃったんで、あ、これはもうやめろって意味だなと思いまして、それでもパチンコはやめたとか。あと、競馬もなんですけど、競馬も、何年ですか、僕は話し方になる前ですからね、有馬記念がありまして、僕はちょっと、歯科医、歯医者さんの、歯医者さんの材料の営業、材料販売の営業をしてたんですね。だから、歯医者さんを毎日何軒も回って、こんなものどうですかって勧めたりなんかする営業してる中の、歯医者さん内にいる技工士さんと、まあ、向こうも一人で仕事してるから暇なんで、まあ、おしゃべり好きな人だと、まあ、ちょっと、お茶飲んできないみたいな感じで話になるんですが、そこで、その技工士さんがですね、競馬が大好きで、で、その人が言うには、その競馬というものには、必ずいろんな法則があると。で、何なんですかというと、これが、競馬ってのは必ず週末というか、日曜日に大きいレースが、G1 がやるんですが、その時に、月曜日に、新聞に広告が出るんですよ。バンと。と、そうすると月曜日に、競馬報知っていう雑誌が発売になりまして、出走予定馬が各レースごとに全部出るんです。10頭しか出ないレースでも20頭ぐらい予定馬がいるんです。体調とかでダメだったりするんで。で予定馬がいるという、その最初のスポーツ新聞に出る広告と、この予定馬の20頭を、その人曰く、いわゆるその法則を見ながら当てていくという、そういう当て方なんですよ。で、もう、それで高本式って言うんですけども、通信教育でそういう、なんか、月1万ぐらい取って教えてる先生がいたらしくて、まあ、その人の情報と一緒に2人でこう当てをしたんで、1週間かけて当てたんですね、それが。当てようということになりまして、それで、その時の、だから、いろんな、例えばその、スポーツ新聞に出てる、宣伝の色とか、が、この競馬の色につながったりとか、それからそこにある、目指せぶっちぎりだとか、そういうの、そこの言葉を、文言を、ちょっと英語解釈をしたりとか、なんかそういう、いわゆるどっちかというと、ノストラダムス的解釈みたいな感じの、こう、勝手な、読み取りで選ぶんですけど、その時のタイトルはですね、若馬、賭けって感じです。賭けるは、こう、走る方の賭けですね。馬編に食っていうやつですね。若馬賭けっていうやつで出て、それで、賭け、
で若馬なのか賭けなのか、若い馬から来るのか、それともいろいろその何かヒントがあるんだろうっていう、わーっと調べていく中に、若馬賭けっていう言葉がある中に、馬の中にですねギャロップダイナっていうのと、なんとかギャロップっていう、いわゆる馬が賭けるギャロップっていう字を使っている馬が2頭ありまして、これがまだですよ、まだそれが前頭が決まってないうちにこの2頭がこの賭けとつながるだろうってことで、それをこう選んでいきながら、その2つが分かれていった、色がまた違うものとの兼ね合いがあってきたので、そこに34だか35だかをボンと1000円、まだ今みたいにドカンと当たる競馬じゃなかった頃ですから、万馬券なんてのはしょっちゅう出ない頃の、いわゆる連単じゃなく普通の複式ですね、複式連勝式のやつを買ったんですけども、連勝じゃなくて、だから、色替えしたんで、色替えを。いわゆる、第一、なんだ、ブロック、なんとかブロックみたいな色替えをしたらですね、それが1、2が来て、本当に初めての競馬で、1000円かけて、まあ、10万になると万馬券になる。まあ、そこまで行くと8万5000円ぐらいついたんですよ。おーっつって、もうそれでも潔く競馬やめまして、もうそういう感じでやめていくなので、もう本当にパチンコ業界に全くその、思いというか、そのないんですね、その何かが。でそこで今回の仕事はパチンコ業界のその、読む仕事なんですけども、ちょっと原稿あるからちょっと読んでみますけど、これ何読んだか全然意味分かってないですよ、自分の中で。その、パチンコやらない人から見ると、この意味が全く分からない。ちょっとだから最初の何行か読んでみますと。さて、世の中、右を見ても左を見ても完全6号機時代になりました。スロッターさんたちは口々に6号機じゃ勝てねえなんてことを言いながら、そのうち少しでも勝てる台を探すのが人情ってやつですね、みたいな。そこに最近、マッピーという、技術介入機が登場してまいりまして、設定位置のフル攻略時の出率が 104% なら絶対勝てるってことで、スロッターたちの心をくすぐっているようでございます。もう全然意味わかんないですよこれをですね、3つ読みまして、でさらにすごいのが、無茶ぶりなのは、で最後の最後の文章のところに、最後に下げお願いしますって書いたんですよ。自分で考えるのかいっていう感じの、読むのは読むけど、下げは自分で考えてくれみたいな感じで、まあ、やるのをね、これでやってまいりまして、これ初めて行ったんですが、そのいわゆるまあ業界なんです、パチンコ業界の会社なんですけども、渋谷のタワービルに呼ばれまして、でそこでまあビャーって駐車場で車で行ったんで、バーって入っていったら、もう自分のところのなんか、そのなんですか、すごい広い駐車場がなんか。でそこにパッと何番止めてくれって言われて待ってると、人が来てわーって行くんです。そのタワービルのワンフロアが全てその会社のものなんですよ。めちゃめちゃ広いんですよ。でその中に、そうですね、我々でいうと落語会といえば、椅子座って200人ぐらい入る会場が一つあって、これはイベント会場ですと、発売イベントとかこういうの全部ここでやるんですよ。いろんなタレントさん呼んだりなんかしてっていう会場があって、でちょっと着替えは、あ、着替えちょっと楽屋がありますからって、その半分から向こうに行くと、オフィスがずらーっとありまして、それももう、部屋の数、勘定できないぐらいの数あるオフィスがあって、で、ほぼそれが使われてないという、もうなんか、住まわしてもらいたいなと思ったぐらい、その、潤沢にこう、資金が流れてる業界というのを、ちょっと見ましてですね、いや、なんかすごかったですね。で、まぁ、ちょっと今回割と評判良かったんで、もしかしたらまた、この後また違うパターンでお願いするかもしれませんって言われたんで、まあ、続くことがあるかもしれませんが、皆様の目に触れることはまずないんですね。で、それは言われたんです。これは仕事になりますけど、一般の方に触れることはまずないんですが、でも、師匠、気にし、これ、喜んでくださいと。何ですかって言ったら、業界の人にはすごい詳しくない、顔売れますよって言ったら、別に売れてもどうすんだって話なんですけども。まあまあ、そんな、仕事をしてまいりまして、まだまだちょっとね、お金なんか振り込みは先々ですから、ちょっといくらぐらいになるかちょっとあんまり分かってませんが、でもちょっと、なんか、このコロナ禍において、パチンコ屋さんってね、
だってほら、言われに言われても閉鎖になんなかったじゃないですか。これはどういうことなんですかね、これね。よっぽどこう鼻薬が効いてるのかわかりませんけども、なんかやっぱりそういう特殊な潤沢に資金のある業界っていうのが世の中にはあるんだなというふうなことを、思った次第でございまして、まあ、そんなことをね、ちょっと最初今日頭に喋りたいなと思ったんで、ほらもうそんなこと言ったらこんな時間になっちゃった。ね、だからやっぱりタイマーあった方がいいかなとは思うんですが、あとね、それから、最近の動画で、おーっと思ったのは一つあったのが、この間の4月の2日と3日の日に、吉本興業が、伝説の1日っていう2日間をやったんですよ。1日なのかと思ったら2日間あるというやつで、NGK というね、ナンバーグランド花月というところで、朝の10時から夜の9時までかな、ずっとライブを、もう生の漫才、その客を全部お客さん入れてやると。で、1日4部構成でやるんですね。で、まあ、その一応いろいろまあ、メインイベントもいっぱいあるんですが、まあ、基本的にはまあ、吉本の出演者、まあ、大体ご挨拶があって、各1部、2部、3部、4部ごとにご挨拶があって、で、出演者があって、という感じの、そう、300、何人出演したんです2日間で、ぐらいなもんだったんですが、その中で、1部、2部、3部、4部、1日目。で、1部、2部、3部、4部。で、初日と2日の両方との4部、最後は、明石家さんまさんの、さんまの駐在さんという、いわゆるお芝居ですね。お芝居が3時間組んであるんですよ。3時間お芝居。組んであるんです。もうすごいんですけど。で、それがあって、あと、いろいろある中に、2日目の、4月3日の、第3部の最後の30分が、ただダウンタウンって書いてあるんですよ。もうただダウンタウンって書いて、何をするとか、何も書いてある。まあまあ、いろいろパターンとしてありますよ。ダウンタウンとして言えば、まあ、いろいろね。今田耕司とかそこら辺の人を集めたコント、集団コントみたいにやるパターンもあるしという。まあ僕ダウンタウンって言ったら思い入れがやっぱりありまして、僕は噺家になる前の年に、車で日本一周して回ったんです。で、その時に関西を拠点にあっち行ったりこっち行ったりしてたんですけど、その時に、平日の夕方、午後4時から、4時ぐらいに部屋にチェックインして、シャワー浴びて、わーってのんびりしてるときに、4時からバラエティ番組が始まったんですよ。で、その当時、東京ではそういう番組って4時頃からやる人もなく、で、誰だと思ったらまだデビューしたてのダウンタウンが司会を2人でやって、そこにもう今まさにそのダウンタウン一族と言われている今田耕司、東野耕司ね、木村雄一、倉野貴則、高弘、まあそこら辺山崎邦生とか、もあと、島田の玉江とか、まあ、わっと出てきながらも、わちゃわちゃしてるだけの番組で、もう、基本的に、二人が出ると、キャーって、もう、キャーが止まらないんですよ。そこに、浜田さんが、こうね、さあ、しかしょーって、もう怒鳴り声だけで、最初に10分ぐらいが過ぎるぐらいな番組があって、はあ、こんなの、東京にはない、こんな番組なんだな、という、そんな僕、話がなる、ちょうど芸人になる、ちょっと前ぐらい、まあ、芸歴はちょっと先輩なんですね、向こうの方。なので、そういうのを見ながらまたこの世界入ったので、なんかちょっと、それを、から漫才も5年ぐらいでやんなくなっちゃった後の31年ぶりの漫才ということで、てか出番だったんで、さあ何やんだろうってことで、もう買いましたよ。本当にもう、生で見ようと思って。3時間分のやつは2400円で、まあ、11日まで見られるから何度も見られるんですけども、それで買いまして、で、まあ、いろいろ、漫才、コントなんでいっぱい出てくる中に、最後ダウンタウンっていう時間が最後来て、さあ、どんな風に始まるんだろうと思ったら、僕たちは一応、ひょうきん世代なんです、我々ね。子供の頃、ちょうどひょうきん族なんての毎週見てましたよ。で、そのひょうきん族の一番エンディングに流れる曲っていうのが、エポさんの曲で、ダウンタウンっていう曲だったんですね。気になる土曜日という曲が題名。で、作詞作曲は山下達郎さんで、エポさんが歌ってて、それを、俺たちひょうきん族のエンディングのロールの時に流れてる。その曲がバーンと流れて。で、ああ、もうそれで分かったの。
あ、そうか、これダウンタウンだからこれなんだ。ダウンタウンへ繰り出そうってところで出てくるんだなと思ったら、その通りで、だから結構そこまでが長いので、すごく長い振りのままダウンタウン繰り出そうで2人が出てきて、喋り始めるっていうことが始まったんで、結構その後もいろんな方のレビューとかなんか見たら、やっぱりその、ひょうきん族を見てない世代の人たちは、あの曲が何だかも分かってないんですよ。で、それでダウンタウンがその袖にいて、全然出ないと、曲が始まってんのに。で、全然出ないんですよね、だったんですよね、なんて言いながら、それでダウンタウン繰り出そうで、二人がそれに合わせて入るという、まさにひょうきん世代の人だからこそやるという、その入り口がありまして、で、その、まあ、大変です。盛り上がってですね、出た瞬間にもう、大阪の人たちってのは、なんか今から3年ぐらい、4年ぐらい前、吉本で一回、なんかその、企画があって、ダウンタウンの二人が漫才しないけど、長いイベントの司会をするっていうのがあった時に、もう、お客さんが、拍手じゃないんですよ。もう、お帰りなんですよ、みんな。もう、自分たちのものなんですね、やっぱりダウンタウンってのはね。自分たちのものだけど、日本中の人に貸してるよっていう、そんな感じなんですよ、感情としては。だからもう、お帰りでもうみんながこう、温かく迎え入れて、それで何でも好きなことやんなよっていうような感じの、なんかね、面白い、いい温かい雰囲気でしたね。で、そこでまあ、やったことといえばまあ、漫才なんですけど、漫才やったんですけど、漫才じゃないんですよ。だからその、ダウンタウンといえばといえばあるのが、まあ漫才じゃなくなった時に、ガキの使い、やらへんでのオープニングテーマ、トークっていうのがあって、大体それがいつも、テレビ流れるのが10分ぐらい。まあ本当はもっと喋ってるんでしょうけどっていうような感じの、その発展系を生でやるっていう、生でやるっていう感じだったんですね。で、あと後のいろんな情報で見ると、その、浜田さんからすると、話聞きに行っても全然その打ち合わせをしてくれないと。もう、打ち合わせしてくれないっていうのはどうかと思ったんで、まあ、それで、まあ、してくれない。で、言われたのは、なんか、ベタなクイズを、二つぐらい考えといて。それ、用意しといて、って言われて、ああ、そうなんだ。じゃあ、あとはもうその場で俺が、ツッコミとして合わせるんだ、っていう感じで、そのベタなクイズっていうのだけで。で、結局、その、打ち合わせもなく、まあ、打ち合わせもなくっていうか、まあ、そういう、こういうことを やるっていう打ち合わせしたんでしょうけども、まあ、それがなくパンと始まってって、で、それが約30分か喋ったんですけど、まあまあまあ、懐かしいというか、あれを漫才といえば漫才じゃないと思うんですけど、そういういわゆるその、だべりっていうんですかね。二人が。まあ、まさに、ガキの使いの、オープニングですよ。もう、浜田さんの方はもう、トレーナーにジーンズで。で、松本さんだけが、スーツ着て。で、結局最終的に二人とも、ポケットに入れたまま喋ってるという。うん。ね、その有名な逸話がありますよ。ダウンタウンが出た後にね、横山やすや、ほら、チンピラーって。チンピラ見て漫才するなって言ったっていう、まあその話があるぐらい、そういうふうな、型破りな漫才をしてたんですけども、まあそんなのを見まして、30分。で、まあ、まあそれはもうね、まあ今、本当に日本で一番お笑いの能力の高い人ですから、まあそれは面白い30分でしたし、逆に最後、浜田さんとしては、じゃあどう終わらすんだ。つまり俺が、もうええ、自分がもうええわって言わなきゃ終わらないから、でもその変なところでもうええわって言ったら、松本に、まあもっとあれやろうと思ったらって言われちゃいけないから、そのカラッカラになったところのいいところでもうええわをどこで言うっていうのをずっと探ってるのがまた面白くて、なんかね、ちょっとああいう人たちがやっぱりその生で、ね、一番大変なんですよ、その生漫才なんて。合わせて、息合わせてやんなきゃいけない。大変なことが、そういうの、ブランコを経てもできてしまうという。なんかその他の記事によると横で見ていた、その印象的だったのが、今田耕司さんはもう涙流してずっと見てたらしくて。で、横に、千鳥の大悟がいて、で、大悟は一応松本が公式ではないですけど、うちらの後を任せるぞって言ってる人なんですよ。で、大悟がこう、これ腕組んでずっと、半分にやっと言われながらずっとその様子を、見ていたらしくて、なんかね、ちょっと世代を、まあ、
変わるか変わらないかはそれは分かりませんが、そういう中でなんかそのお笑いのこう動いていく、うん、なんか一端が見たような気がして、結局それ2400円それ1個買ったんですよ。で1日通して買うと9000円なんで、でなんか他のも見たくなっちゃうんですね、それでね、他のも見たくなっちゃうんで、で買ったのが次あの3万の駐在さんを買ったんですよ。3時間半、びっくりしましたね。3時間半、もう本当は2時間の予定らしいんですけど、3時間半、これもねなかなかの強力な、もうあのちょっとねほら皆さんもう、まあ、よくさんまさんのやつ見てる方は分かると思いますが、ちょっと今老害入ってるじゃないですか、ちょっとなんか、うん、あの全部知ってるわけじゃないから、なんかの時に余計な一言入れて邪魔してしまう、あの西川きよしさんが本当にそうなんですけど、あの本当にちょっとそれが始まりかけてる感じのので伸びてくんですよ、いろんな風に、うん、でもね3時間半あの面白かったですね、なんかねいろいろと、もう坂田明、それと池田メダカさんがもう2人ともちょっとほぼあまりよく分かってない状況まで、あもうお年を召したんだなと、まあそれもまたねいろいろ あるんでしょうけども、なんかちょっと吉本のそのなんかね大きな流れというものの中で見ると、面白いものを見たなというふうな時間でしたね、なんかね、まあこれが先週の金土でやったのか土日でやったのか土日でやって、まあこれはすごく楽しかったです。でまだにまだ見られるのでたまに見てますけど、なんかすごくいいなというふうに思ったんですね。そうそう、まあそんな話をちょっと今日はしたいなと思ったんですけど、ちょっと一回あの曲入れましょうかね。すぐ出ますかね。あのオープニングの曲でも出れば、はい。いや今そこ放送局のテーマでございます。これの9時半ぐらいの時間でフェードアウトしちゃってください。ね、あっという間に。ある晴れた午後に訪れたモンスター、途方に暮れたあの日。誰かのために、自分のために、みんなのために。ちょっと次コメント行こう。コメント。特別なことをしたいんじゃ。から逃げるためじゃない。今までの恩返しのために、今すぐそこに、今すぐそこに、今すぐそこに届けたい心。
すぐそこに届けたい届けたい。はい、それでは曲を聴いていただきました。ちょうど今、9時半ということでございまして、残り20分ね、2つのテーマで約30分来ちゃいましたんであと2つぐらいなんか喋れればと思っています。ちょっと今日ねお話しようと思ったのは、僕は実は YouTube のチャンネルを2つ持ってまして、1つはゲイダンチャンネルと言いまして、まあ話し家が喋ってるみたいなやつをこう集めた音源を集めて、まあ動画ですけど動画を配信しているのと、もう1つは裏梅チャンネルというのをやってまして、で、裏梅チャンネルっていうのが、まあ実はその、アカウント自体はもう10年ぐらい前から持ってたんですが、まあ、有名無実で使ってなかったアカウント、去年の4月から、自分の落語会の動画とか、ゲストで来てもらった人の動画とかをそこにアップする。約9ヶ月ぐらい今初めてね、経ってる、YouTube チャンネルがありまして、最新でまだチャンネル登録が細々やってます。まあ、1898人ということでやってまして、一応ね、まあ、1000人超えて、4000時間超えてっていうところでやってるんですけども、まあ、そんな中で、まあ、いろいろ毎日チェックしたり、また YouTube って面白いもんで、YouTube からですね、会社からアドバイスがどんどん来るんですよ。こうしろ、ああしろっていうアドバイスが。これ結構面白くて、も全部その YouTube のアドバイスも全部 YouTube 動画で来るんですよ、これが。で、外人が喋ってるところに字幕がついて、それを見て、こういうふうにしたらこうなるよ、みたいな、こういうアドバイスもくれたりなんかするという、そんな中で、コメントっていうのがあるんですよ、コメント。で、やっぱり落語とか演芸をこうアップするようになってから、やっぱりコメントが、去年の、だから9ヶ月前ぐらいから、まあ、いろいろといただくようになりましたんで、まあ、そんな中、ちょっとコメントを全く触れてなかったので、どんなことが書き込んであるのか、皆さんもちょっとぜひ一回どうですかもありますし、またトンチンカンなコメントも書く人もいたりとかね、荒らされては僕は全くいないので、全然いいんですけども、ちょっとそんなちょっと読み上げながら、ちょっとその感想も、言ってみたいと思います。どんな、動画を上げたかが横に出てきて、それでコメントが出てくるという、まあ、そういう、まとめの、YouTube スタジオっていうアプリがあるんです。その中から見ていきたいと思いますね。今から本当に9ヶ月前です。最初に僕挙げたのがね、自分の会のゲストに出た、大戸屋雁九郎さんという亡くなっちゃった三味線漫談の方で、青森県の人で、三味線、津軽三味線めちゃくちゃうまいんですよ。そこにちょっと漫談を入れてったり。で、ネタとしてはその、いろんな注文が世界中からいろんな注文が来ると。で、それに対してそれにどう答えたっていう、まあ、それがネタになってるんですけど、アメリカから注文が来た。津軽三味線でベンチャーズ弾いてもらえませんかと言われた注文で。そしたら必ずその決まり文句があって、断ることはできねえ。俺は日本代表だから。これはどの国から言われても日本代表だからってネタで、それでベンチャーズを弾いてっていう。で、次のビートルズを弾いてとか、まあ、いろんなのを弾いてっていう、まあ、ネタがあるという方なんで、大田屋雁九郎さん。もう亡くなっちゃったんですよね。お酒が好きな方でしたけど。まあ、その方を最初にバーッとアップしたら、まあ、いっぱいパパパパッとこう来ましてですね。まあでも、やっぱり、まあ、健全な一応、YouTube チャンネルなんで、変なのは来ません。雁九郎最高だねとかね、楽しいなんてなんか書かれたりなんかするんですが、そのうち今度、純子博さんっていう、まあ、相方の博さん亡くなっちゃったんですが、純子さんがまだご存命ですが、その純子博さんがゲストで来てもらった時の、動画を上げた時に、結構これがまあ、いわゆる YouTube で言うと、跳ねたというやつで、もう今とこで、まあ、25万回再生ぐらいしてるんですよ。なかなか個人のチャンネルとしてはね、なんか特別大々的に旗上げてるわけじゃないんですが、まあいろいろと、ありまして。で、結構やっぱり僕の YouTube チャンネルちょっと特色がありましてですね、YouTube って、どこら辺の地域の人が見てるとか、どれぐらいの年齢の人が見てるっていうのがわかるんですよ。それで、私の YouTube の特色、を言うとですね、年齢層がわかるんですが、49.8% の人が見てる年齢層が65歳以上っていうやつなんですよ。
65歳以上の人が、だからみんな大先輩ですね。僕なんかより大先輩。だから今、だから昭和31年以前生まれの人しか見てる人が半分という。で、55歳から64歳が 16%、45歳から55歳までが 15%、まあそんな感じで 10% ぐらいずつあって。でたまに間違えて 10代の子は 0.01 ぐらいいたりするんですが、まあそんな感じの見られ方をしているチャンネルなんで、やっぱりなんかね、古いものを見たときに、古いものを褒めて現代を腐すっていう、まあよくありがちなことが書いてあったりなんかしまして、褒めといて近頃の漫才を文句言うパターンのが多くて。で、やっぱりみんなが言ってるのはやっぱり時間ですね、時間。やっぱり今もほら、漫才がすごく競技化してまいりまして、M1 みたいに4分でやるんだ。とは今だから4分っていうのをこう、目的に置いてしまってる人たちを、そうでなく漫才やってる人たちから見る。例えば吉本なんかでもそうなんですが、吉本って5分出番なんですよ、時間が。持ち時間が。5分出番なんだけど、M1 は4分だから、5分出番なのに4分しかやらないっていう。で、余して降りていくっていうことがあって、だから短さなんですね。で、だから、まあ、いや、短い芸がまあ流行るんでしょう、今。だから落語なんかが、だからテレビから消えた理由も実はそこにありまして、落語ってのは、振りがあって落ちがあるんです。で、振りを耐えらんない。で、実はこれ耐えらんないのは、見てる人は耐えらんんですよ。耐えられるんですよ。でも違う。テレビマンたちが耐えらんないんですよ。振りの段階でみんなが徐々に浸透して、ザーって分かった後に、どん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 って笑いが来るっていう、そこの前の部分の振りの部分の想像力がテレビマンにないので、だそこがただのつまんない時間、何もない時間だと思われてしまうという、まあそういうところもあって、まあその結果、今漫才が競技のようになってしまっている向きがあるなというふうに思ったりなんですけども、まあそんな形で、書き込みがあったりなんかするのがやっぱり面白いと思いますね。すごい、すごい長文で褒めています。ジンゴイレさんの漫才を見て、やはり笑いの名峰、日本一ですな。師匠、二人の若さもあるから、キレもあって、お互いの長々発揮が冴え渡っておりますね。貴重なものありがとうございます。今の若手も、テレビやネタで騒ぐ前に、こういう資質をよく見習うように、下部音力の素養がどれぐらい必要か分かると思います。聞く手もしっかり勉強しないと、真のお笑いとはこういうもんです。すごいですね。語りますね。実はこの手のやつ、我々もよく実は、あるんですよ。打ち上げとかで。なんだな。やっぱり固定なくやってると、そういう自分たちの笑いが分かる人と思われてる節がありまして、いやー、師匠よかったですね、今日は、っていう。で、この人は実に私のことを褒めに来てるんじゃないですよ。いやーよかったですねっていう同調を得た後に、しかしまあ今の吉本なんて漫才はくだらないですなって、それを言いたいんです、それをね。で、それを言って私にそうですねって言ってほしいという形なんです。だからつまりこれもだから、それに対してそういう反応をしてほしいという何の書き方なんですよ。でもところが僕言うから、落語会なんかで、まあそれは言ったことはありませんけども、いや、今のね、吉本なんて、漫才なんてのはね、本当に、どこ笑っていいんだか分かりませんよって言われて、僕は全然笑ったりしてるので、それはな、あ、そうですか。本当にもう、にやけながら、あ、そうですかで終わっちゃうんですけど、ね、そこにまあ乗っかってる暇もないのでっていうのはありましたけどね。まあでもまあそういうふうに、やっぱり最初の頃はそういう面白いっていうのがあります。で、あと、また話したのが、三遊亭演歌、亡くなったね、演歌師匠、今、新しい演歌さん生まれてますけども、演歌師匠の、落語についての書き込みで、漫談風で面白い。汚ねえじじい。これは汚ねえってこと、その話の中で、汚ねえじじいが訪ねてきたよ。どんなおじいさんかなと思ったら、お久しぶりです、中澤さん、同級生だっていう。もうすごいんですよ。漫才みたいなツッコミのキレのあるやつで。まあ、それを見て、毒まぶし三太夫さんを思い出しました。というね。というか、演歌手の毒まぶし三太夫と比べてどうするんだって。演歌手の方は全然面白いですからね、これね。まあ、そんなこともあったりなんかするのも面白いなというふうに思っています。やっぱりその漫才だと、関東、
関東の神髄だね。やっぱりその漫才をやっぱりその関西関東で対局に見る方も多いので、それをなんかこういろいろと言ってくださるという方もいるようで面白いなと思います。でちょうどそんな頃に前々から挙げてたんですけども、ノイル小百合さんという漫才の方がいまして、その方の動画を挙げた時にはちょうどその挙げて一月ぐらいにノイルさんって方が亡くなっちゃったんで、そこでまたバーッとこれもちょっと跳ねたんですけども、僕ノイル小百合さんはねすごい場面を目撃してまして、僕は前座というまだ見習いやってる頃にTBS のラジオの公開録音のお手伝いの前座をやってたんですよ。でまあいろんな方が、まあ、色物さんでいろいろ出てば出て、最後に一人で話が一人出て長い話を一席やる、それをまあ分けてオンエアしていくっていう形なんですけども、その時の鳥がね立川談志師匠鳥だったんですよ。まあ談志師匠その頃は一番迷ってらっしゃる頃で、急に行かないキャンセルとかそんなことをやって、でキャンセルキャンセルって来ると喜ばれるんで、なんかそういうきっとねもうちょっと心が病んでたんだと思うんですよ。だからそのありがたがらせようとしてるじゃないけど、その俺がいなきゃどうにもなんねえだろうなっていう、そのそれを肥やしに上がろうという、そんな感じのちょっとおかしくなったところなんです、談志師匠が。で僕はちょうど前座の時に鳥の談志師匠が弟子がちょこ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 そのラジオ局に電話を入れてくるんですが、ちょっと談志師匠まだ出ません、家にいますとか、ちょっといつ着くか分かりませんみたいなのがバーッてきて、で結局その日のプログラムが全部収録終わっちゃって、その膝というね、鳥が上がる1個前に上がるノイル小百合さん、収録で言えばラジオですから漫才なんて10分あればいいとこだと思いますが、結局10分経っても来ないので、こうプロデューサー北村さんっていうね、夢物プロデューサーいましたけど、 TBS のこの人はこうしたんです。こうして腰伸ばしてくれと、つまり、ね、早くしては巻きですから、こうして伸ばして伸ばしてってやったらですね、そのなんていうんですかね、どうやんだろうなと思ったら、本当にその止まっていくんじゃなくて、その自然の流れで次の話次の話に行きまして、45分ぐらい漫才やったんですよ。でこれがなんだろうな、まあすごい面白い、まあ、漫才でもある、でももともとは予選とか出てなかった人、それが私がおりました、昔おりました落語協会に入って、毎日のように講座に上がりながら落語家さんの間に挟まってこう切磋琢磨するうちにぐんぐん腕が上がった人なんですよ。だから武さんなんかと一緒に出てる頃は最初はなかったんですが、それでものすごく面白くなった人が、もう途中どこかで腹くくったんでしょうね。じゃあ来るまで全部ネタやるぞみたいな感じで、うわーって次から次へと持ってきましたら、客席がもうひっくり返ってみんな笑って、もう45分間みんな涙流してひっくり返って、もうすごい受けて、でそのもうそろそろ待たして客もな、漫才が終わった後俺が来るの待ってんだろうと思った男子とかでしょう、それでわーっと現れて、その袖のところに行ってふっと観客と一体になってるノイル小百合さんの漫才を見た時に、帰るっつって、帰るって言って、で何か他に言うかなと思ったら、その自分の一門のね、柳家という一門の先輩の古仙師匠っていう人と三助師匠っていう人がいるんですけど、その二人の名前を出して、古仙と三助の立ち話みたいな漫才だな、まあもう精一杯の負け惜しみを言ったんだと思うんですけど、それでひゅって帰ってった時に、僕はもう横で全く一問関係ない前座として、ああ談志師匠負けたと思って、ああでもまあいろいろ噂も聞いたし、何度かも会ったことあるんですが、こうなってたのは分かったんですけども、あこの人もう終わっちゃうなっていう、なんかその目撃をしたのを今でもすごく鮮明に覚えてます。そのぐらいそのノイル小百合さんたちの爆発的な笑わせ方は、僕きっと他の漫才でも見てもいないかもしれないですね。まあ笑いだけで言うと、僕演歌師匠のその中澤家の人々っていうやつの地方でやった時の2000人の会場でもう風が来るぐらいドーンって受けるのを見てびっくりしましたけど、まあ漫才で言えばきっとこれが最高、僕が見た中では最高だった
ノエル・コウリさんという、まあ、その後に高田文夫さんが今日うまく扱うようになって、このへへへへへほほっていうところだけをこうフューチャーしちゃったので、これが出ないとお客さんは笑わないみたいな変な風になっちゃって、まあ、よくないなとは僕は思って見てましたけど、なんかその悲しかったですね、なんかね。まあ、でもすごくやっぱりその亡くなったことでやっぱり皆さんがすごく、注目してくれたのを覚えてますね。まあ、一つあの中で言うとニューマリオネットっていう色物さんがいて、鈴本に僕でゲストで出てもらったんですが、いわゆる操り人形なんです。操り人形で、それで2人が出てくるんですが、もう闘牛とかやる、闘牛だから、そのこう別人のスーツみたいなのを着た人がこう幕持って、でこっちに牛がいてっていう、もうそのやり取りとかを釣り人形でやるんですよ。もうすごい面白かった、もう最高だった人がいて、その人は亡くなっちゃったんですけど、 ご夫婦でやったんですけども、なんかすごい面白い人で、もともとでもまあ、そういう芸人さんじゃなかったのが、なんか違うところからそういうふうになったらしいんですけどね。まあ、それで何かあった、何かあったんだな、これで。またいろいろね、落語だと見てるのは先輩方なんで、落語に対していろいろと書き込みをいただくんですが、結構ピントが外れてる書き込みが多くてですね、ちょっと困ったなと思ってる人が一人いるんですけど、はい、まあそんな感じで今日はそろそろ終わるところでございますが、まあでもね、あと3分ぐらいありますけども、なんかその落語に対してね、説明したいんですね。で、その小金持ちという落語をアップしたら、この話はどうのこうのって、その小金持ち我々も歩きましたけど、その道行きの道中をどっかからコピペしたやつをアップしてるという、なんかもうね、もうちょっとやめてくんない、やめてくんないといけないけど、まあ面白いですね。あとその寝床っていう話がありまして、寝床、まあ、それをまあ新潮社は素人義太夫っていうタイトルでやってるんですが、途中で話を切ってる、どうのこうのって文句を言ってるんですね。で、実はこれ切ってるのは、切ってる意味があって、笑いの質がこことここでは変わっちゃうから、俺はここまでしかやらないよという。でも実はそのオンエアに乗ってるのがすごく少なくて、今で言うとこうコンプライアンスにかかるようなちょっと下げとしてね、当時だからその、まあ、今でもあります、地方でとか日本、東京でもやりますけども、興行主として有名なのが民音と老音ってなんですよ。老音っていうのは共産党が主体でやってる興行体系で、民音というのは、創価学会がやってる興行形態なんですが、で、双方でよく呼ばれるもんですから、お店の番頭さんが旦那の時代を無理やり聞かされて、で最後どっかに いなくなっちゃうんですね。でいなくなって、あの人あの後カムチャッカで鮭取ってるよとか、そういう詐欺が多かったんですが、新潮師匠が、まあ、その時考えたのは、民音に行きますと、あの人あのあと共産党入っちゃったよっていう詐欺になりまして、老音に行きますと創価学会入っちゃったよって詐欺になりまして、これが普遍的でないっていう理由で音源として発売されてないんですよ。いかにこの笑いが普遍的でないと難しいかというね、これはTBS のその新潮師匠の出してる音源出してた方が言ってましたけど、あれね、新潮さんやめてくんないんだよなあれっつってね、悩んでましたけどもね、まあ、結局その人の元ではその寝床素人時代ってやつは音源として発表されることはなかったということでございます。まあでもね、結構そんなのはあって、ラジオごとに、でも実は当時は名物プロデューサー、さっきの TBS の北村さん、 NHK のなんとかさんといろいろいたんですが、結構な放送禁止用語は流れてたんですよ、結構な。でそれは何かというと、結局放送禁止法ってのは放送局の自主規制なので、その人に腹があれば OK なんですね。でその北村さんという人は、男子師匠のネタとかでもな、もう4文字ウェーっていう話があるんですが、そのまま流しちゃって、いいんですか、大丈夫ですか、あ、いいんだよ、俺が言ってばいいんだよ、何かあったら俺がそいつの人に説明してあげるからっていう、そういう人がね、やっぱりこの演芸界、演芸を扱う放送界に少なくなってきたなっていうのはよくわかります。まあ、ある寄席もそうなんですが、お客さんから言われてネタができなくなっちゃったっていうことがあったんですが、そういう時は僕言ってほしかったんですよ、席亭に。だったらこれこれこういうわけでこういうふうにやってんだから、まあいい、ちょっと嫌な気持ちするかもしれないが聞いてくださいよって言ってくれればよかったのにな、なんてことを思いながら、また来月5月に皆さんとお会いしましょう。
それでは淀川中ハウル風にさよなら、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 さよなら。